パラエストラ品川ササ BJJ の岩佐理香子です。石黒春樹です。所属はカルペディエムです。2014年から2018年の、ブラジリアン柔術世界選手権、優勝です。やっぱりポジション取るにしても決めるためにポジションを取ってるっていう状態なので、まあ、そのいつも通りできれば、このルールでも全然問題ないっていうのと、まあ、1本取るっていうのは気持ちがいいことなので、そうですね、ルール自体がかなり違うと思いますし、足感とかも入ってくるのでだいぶ違うんで楽しみです。そうですね、柔術だと着ロが足できるんですけど、それが初めてなので気をつけます。私からすると本当に頂点で世界でいつも活躍している選手なので、そんな選手と戦えるってことはすごい嬉しいですし、ここで、まあ、私も負けるって思ってたらこの試合やってないので。あ、してます、もちろんです。試合も全部チェックしてますね。基本的にもうこれからは下から上がってくる選手とやることになるとは思っているので、ほぼみんながチェックしている選手の試合はほぼ見てます。研究もしてます。相手は本当に世界で戦っている湯浅選手なので、少し怖い気持ちもありますけれども、私の全力を出していい試合を見せれたらいいなと思います。まあ、今回久々にそのプロの試合に出るので、こう気負いせずでもちゃんとやるっていう感じで試合ができればいいと思ってます。